道場倉庫なんですけど、多分1000以上オフィシャルショップで購入した人の中から抽選で11時半ぐらいまでに抽選を終わらせてないと、でさらに当たった人しか乗れないっていう、これぐらいの人たちが当たった人なんで、抽選でこんだけなんで結構ハードル高いですよね。排ガスのいい香りがします。
さんの聞きましたよ。今ヘアピンスタンドに来てみたんですけど、これつくばはやっぱヘアピンで見ないとって感じですね。グランドスタンドで今回チケット取れたと思ったんですけど、全然ね、見れる範囲と、あとこのモニターの見やすさもメインスタンドよりこのヘアピンスタンドがつくばサーキットは間違いなくいいということが分かりました。来年はね、ヘアピンスタンド頑張って席取ろうかなって感じで、多分分かってる人は分かってるんだろうな。メインスタンドはほぼ見えなかったですね。メインスタンドはね、まあ近いといえば近いんですけど、ホームストレートが。で、まあ3発楽しみにしてたけど、もう一瞬なんで、あんまりね、正直楽しめなかったですね、メインスタンドだけだと。なんならこっちの方が、この辺の、A パドックとかで見た方が、この辺で見た方がまだ良かったのかもしれない。下手したらメインスタンドはあんま良くないですね、つくばはね。というわけでもう暗くなったので帰ろうかなと思います。いやー、でもなんか一日通してすごいね、ゆったりと過ごせた感じで、人もねそこまで多くない感じで、結構ね良かったですね、とはいえは。いやー、でも日没終了っていうのはね、ほんと残念な結果でしたね。ちょっと後半めっちゃ面白くなってきたところで、ちょうど時間切れということで、この辺道場走行で走った車たちなんですけど、実はね、これが一番近くで見れて、一番楽しかったっていうね。まあ、つくばはこういう感じで、ピットが、パドックと近いので、すごい近くでね、ああいう車庫入れだったり整備とかが見れるんで、その辺がねすごく現地に来る意義かなって思いますね、その辺がね。というわけでもうそろそろね、視界も足元も見えないぐらい暗くなってきそうな雰囲気があるんで、今日はここまで、今日は帰ろうかなと思いますね。